出発だ。そういや聞くの忘れてた。作戦目標はなんだっけ。想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。私たちならできます。はい。どうか。これが貴様らが悪事を働く理由か。メール子供たちの悲鳴が聞こえる。私が来たんだから慌てんな。わかる。剣は承知。安心しな。一瞬で終わらせてやるぞ。左足が崩れていくのを感じる。私たちならできます。強いのか草引くし。何やらおかしい。ドクター、こっち向き上がれ。火種を待った。想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。ドクターさん、どうぞ。わかり、待っててください。剣は手加減はできない。ごめん。追い払うだけなら少しの炎も簡単にできる。だけどもう二度と私たちを傷つけさせないようにするには。